皆さん、こんにちは、こんばんは、トシです。ジャングル創作編にしようと思いましたが、重いな。ちょっと、夜になってきてしまって、まあ、村人の全滅とかあったら怖いです。っていうのと、まあ、別にそんな大した装備もしてきてないっていうことで、一旦帰ろうと思います。日が沈んできてる、やばい。ほんで、ダッシュ。ダッシュ。こういう時こそダッシュです。キャー、逃げろ。敵が来てるぞ。敵が来てるぞ。逃げろ。情けない勇者だな まあ、ここら辺、おっと。どこなんだ？こっちですね。とにかく、急ごう。あ、あった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 。ダーシュ。ダーシュ、ダーシュ。うわぁ、今なんかいた。今なんかいた。いた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 。何？あ、矢が刺さってる。やばい、これ。体力半分じゃねえ、もう。あ、急げ。村に敵が来ている。あ。もう、最悪やん。村人、寝さして。ということで、はい、朝です。おはー。ということでね、石炭と、これは、これは置いてって、朝食にしましょうか。朝食。これ焼けばよかったんだよ。人参。あんだけさ、この間人参は重要だって言っててさ、もう、あれだよ、使っちゃう。ジャングル創作編って言ったよね。ジャングル創作していこう。ジャングルがどこにあるのか。やばい、あおって。ジャングルがどこにあるのかわかんない。Hey, ジャングル。I am ジャングル。いやいや、私がジャ。なんで？骨。骨がいるじゃないか。あんまね、攻撃食らってんじゃん、あれ。気づいた。こっち来るな。こっち来るな。お、やめてくれ。やめてくれ。下から狙うよ。ほい。あ、出るんじゃない。痛い。ちょ、待って。ごめん、ごめん。マジでごめんって言ってんじゃん、ごめんって。ねえ、あ、やべ。逃げろ。素晴らしい、逃げる。あっぷねえ、おい。水の中で弓、敵さんが弓って言うと結構ね、厄介なんですよね。何体力使っちゃいますからね。えらいことになってんじゃん、これ。おお、
弓まみれの戦士ですね。で、なんだここ。ジャングル捜索をしたかったんだから、ジャングルを捜索しなきゃダメでしょ、僕。ね。言ったことはやりなさい。これ気にしないでジャングルの捜索に go to go。方向音痴にも程があるよね。来てたとこ戻ったもんね。夜になっちゃうじゃん。いやーもう、ひどいよ。来てたとこ戻るんだからね、この人。こっちよね。こっちだよね。でね、全然全然してないんで、鎧とか。革あるんなら、すればいいのにね。作ってないんですけど。で、ジャングルの方捜索したいね。今日はジャングル捜索していきまーす。こっからね、ジャングル入ってくよ。カボチャ発見。おー、カボチャが発見。カボチャ。カボチャ、なんでそんなところに眺めてるの？すごい、キノコが生えてますね。こういうとこね、昼間じゃないと、普通に出歩くことが、できないんです、僕。え？なんでかって？いやー、全然鎧とか作ってないんでね、すぐ死にます。回収しに来るのがめんどくさい。気をめんどくさがり屋なんでね。ふざけた実況者ですよ、私。何これ。クリーパーに爆破された跡みたい。多分なんかあるんだろうね、掘ってくと。もうね、ジャングルだけを捜索する回にしたいんだ、今回は。余分なものは見てかない。よいしょ。よいしょ、よいしょ。まあ、ジャングルですわ、ただと。ジャングルしかないね。果てまでジャングル。結構すごいですね。なんか親父がうるせなんで？やだ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 。私は名前、目も合わせてない。てか、なんでいんの？こんなところに。目。目を合わせないぞ。OK。何？いいの、ちょっと。待って。合ってるってちょっと今ダメだって。今うるさいな。最悪ですね。せっかく村を見つけたのに、きっとどっかで出かけるぞ的な。
村だ。村です。結構立派な村です、砂漠の。よし、決めた。次回はこの砂漠の村の探索をしていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。